このピックアップっていうんですけどね、ピックアップ、ここの後ろ側でも叩くし、ここでも叩くし、ここ全部、ここ全部使えます、基本僕は。でも初心者の人は最初は慣れるまではここの一番ね安定するというか、一番まあ音色的に一番安定する場所っていうのがこの最初、ゆっくりいくと、こう叩いて、予言を叩いて三弦に着地してるでしょ。予言を通過させて、予言を弦を通過させ、親指が通過して三弦に着地してる。ドーンドーン、弦がブーンってなるんですよね。